どうも、ロードシルクチャンネルです。シルクロードの個人チャンネルへようこそ。本日の動画はですね、ポケモンカードのオリパを買ってきました。今回ね、こちら買ってきました。こちらでございます。これね、オリパなんですけど、早速中見ていきましょう。ドン。僕がね、よく行っている、カードショップがね、めちゃくちゃあるんですけど、その中のね、1店舗の、上にね、新しく、できたカードショップになります。トレカマーケットさん、オンリーワンさんかな？ここ最近できたのかな？ちょっとね、初めて行った日があったんですけど、その日にね、面白い、なんかオリパがあったのでね、買ってきました。これ、3000円オリパになっております。それをね、10口買いました。こんな感じでですね、10口買ってきました。で、どうやらですね、この、オリパかなりいいのが入ってるみたいで、もう期待して大丈夫ですよというぐらいの、ものらしいです。当たり枠とかね、あんまり見てなかったんですけど、正直パッて見た感じね、確かにめちゃめちゃ良かった。これ3000円で当たりをバカすか引いたのなら、還元率的に言ったらやばいと思う。3000円でまあ出てくるのかっていうぐらい、結構レアなカードとかもね、入ってるみたいです。ちょっとね、面白そうなんでね、買ってまいりました。これね、新しく、できたカードショップで買った、オリパ、開けてみたいと思います。さあさあ、気になりますね。これ一応なんですけど、まあ、スリーブも入ってるとは思うんですけど、ちょっと、見てみましょうか。あ、こっち向きだね。よし、じゃあ、3000円オリパね、10口開けてみたいと思います。3万円分だよね。じゃあ、見ていこう。まず、一口目いきましょう。ここ最近ね、秋葉原も、ちょいちょい行ってるんですけど、カードショップにね、寄って、まあ、ワンピースカード見たりとか、それこそね、たまにギャザモ見たりしますけど、まあ、遊戯王のね、最近の、市場を見たりとか、虫キングのね、昔のカード見たりとかするの結構好きですね。ポケカはね、まあ、もちろん絶対見ます。さあ、それではね、見ていきましょう。一口目です。いきます。3000円オリパ。せーの、ドン。あ、おー、エクバマリーですね。これがね、笑顔の練習の方のマリーだったらね、めちゃくちゃ良かったんですけど、まあ、そんなわけねえか。あれ多分1万5000円とかすんのかな。結構高かったもんね。エクストラボトルのマリー出ました。プロモカードです。おー、いきなりプロモですね。まあ、3000円なんでね、ノーマルが出た瞬間やばいかなと思ったんだけど、まあでも全然、エクバのこういうマリーとかね、そういうのは全然嬉しいですね。プロモカードってやっぱ嬉しいですよね。で、それでは2口目。結構ね、ガンガンいこうかなと思います。2口目いきます。せーの。ルガルガン V。まあこれは、まあわかりやすく外れですね。あれ、ルガルガン V ってどこに入ってたっけね。岩落とし、フラッシュファン、等タイプですね。2ゲーネ1なんだ。ルガルガン。まあ、対戦で使うときはなさそうです。マリーはなんか、いいね。3口目です。いきます。こっちがノーマルかな。ナミールから出てきた。いきます。せーの。お、ネズの SR 出てきましたね。ネズか。まあネズはね、正直使うところあんまないかな。まあ1個ね、俺ネズ入れてたデッキあったんですけどね、まあもうレギ落ちしちゃったんでね、使えないんですけど。でもネズのこのイラストの SR は俺持ってないな。これは D レギュ、どんな効果だったっけな。自分の山札から悪ポケモンとエネルギー1枚ずつ選び、相手に見せて手札に加える。そして山札を切る。あー、ネズね。ネズ SR でした。ようやくサポートの SR が出ましたね。4口目いきましょう。今のところ SR2 枚、プロも1枚って感じかな。お、リグレー。あんま見ないね、リグレーね。それでは、いきます。4口目。せーの。お、いいね。お誕生日ピカチュウ当たりました。やった。これはいい。おー、嬉しい嬉しい。お誕生日ピカチュウもね、まあ、初期の方のやつと、この25周年のやつがあるんですけど、まあ、これ25周年の方なんでね、そこまでドーンと高いカードではないけど、いや、これはね、まあ、当たりの方だと思います。おー、嬉しい。今どんくらいすんだろうね、25周年のお誕生日ピカチュウ。これね、結構なんだろう、それこそ、ポケカ好きな友達とかにね、ここに、まあ、スリーブかませて、ここにね、お名前書いてあげたりすると結構喜ばれるんでね。このカードはね、何枚でも欲しいカードです。たまにさ、そういうなんかサプライズするのもいいじゃんね。お誕生日ピカチュウです。かわいいね。これね、下のね、この2エネで打てる技めちゃくちゃ弱いんですけどねここにね、トレーナーの誕生日とか書いたりとかね、まあお名前書くとか、わざわざここ空いてるんですよ。自分の名前を書き込もうってね。これ嬉しいカードですね。遊び心があるいいカード。これはね、ほら、新しい方の、裏なんですけど、これ旧裏でね、お誕生日ピカチュウはね、初期のやつがあります。4口目当たりっすね、多分。さあ、5口目いきましょう。ボクレーがいて、今のところ、派手に当たりはないね、今のところは。派手な当たりちょっと1枚欲しいね。いきまーす。5口目です。半分ね、いきました。せーの。ネズ。多いっすね、ネズ。まあでも SR はちょっと嬉しい。トレーナー SR はね、まあ、3000円オリパとかだと結構嬉しいな。さあ、6口目いきまーす。お、ルカリオ。いきまーす。6口目。せーの。サポート来い。ジュペッタ EX。あるある !3000 円とか1000円折りパタカでめっちゃくちゃある。あるあるの SR ですね。ジュペッタ EX。これね、最初使われるかどうかみたいなね、なんか話し合いとかあったっすけどね。まあ、やっぱ使われなかったね。まあ、僕最初からこれは使われないなと思ってたんですけど、この上のね、効果がちょっといやらしいよね。次の相手の番、相手は手札からグッズを出して使えない。これまあ、ちょっとロック系で強いっすけど、まあ、なかなかね、使われないでしょう、ジュペッタ。1進化っていうのがね、これ種だったらまだね、よかったけど。それでは次、7口目。さあ、この調子でね、当たりは出るのかといったところですが、大当たりは本当に結構いい当たりだったんですよ。アセロラの予感とか入ってたっけ？なんかね、マジでね、結構良かったんですよ。だからね、ちょっと見せたいですけどね、1枚ぐらい。ワルビル。7口目いきます。せーの。イーユイ。うわ、クレイバーストを開けるとめちゃくちゃ出てくるイーユイさん。でもね、これ SR の加工めちゃくちゃ綺麗なんですよね、実は。このね、ちょっとこう、なんていうの、このね、渦潮というかね、この感じ。和を感じさせるよね。オリパからね、出てくるハズレ枠みたいなのであるあるなんだけど、まあでもね、こうやってね、しっかりとイラストとか見たりとか、このなんていうの、この加工とか見るとね、めちゃめちゃいいんですよね。なんかちょっとこう、お祭りの日のさ、水風船とかヨーヨーのやつあるじゃん。輪ゴムついててさ、中指通してさ、ポヨンポヨンポヨンってやる。ヨーヨー水風船みたいなやつ。あれなんて言うんだっけね、名前。忘れちゃったけど。ちょっと柄を思い出すよね。ちょっと風鈴とか、夏らしさをいいよいからは感じます。さあ、次行きましょう。8口目。お、グルトン。かわいいですね。さあ、行きましょう。これ結構当たりな気がしてならないんだよね、俺。なぜかって、ちょっとだけ反ってるんだよね。だから SR とかであることは間違いない。行きます。これ当たりな気がする。せーの。フーパー V、ダブルフェイス。懐かしいな、お前。全然当たりじゃなかった。フーパー V、ダブルフェイス。このポケモンはバニールが入り、超と悪の2つのタイプになるよっていうね、カードですね、フーパー V。やばい！当たりが出ねえ！いやー、でも、最後の2枚にかけよう。ここらでちょっと出したい。むちゃくちゃいい当たりはね、入ってんのはね、知ってるんで。よし、それでは、9口目です。シュッと。目黒子。それでは、9口目いきましょう。いきます。せーの。はい。スパーク！ポケゴーのね、HR、トレーナーですね。スパークは外れっすね。はい。多分、1000円いくんかな？ギリいかんぐらいじゃない？ HR のスパークは。てか、スパークの効果って俺、あんまり読んだことなかったかも。見たい。自分の山札を2枚引く。その後、コインを1回投げ。表なら自分とらしから雷のレギュ1枚選ぶ。ベンチポケモンにつける。あんま強くない。最後ですね。ここで、ちょっと当たり引きたいわ。ちょっとね、余談なんですけど、今日ね、帰りのタクシーで実はね、幸運のタクシー引いたんですよ。これね、ご愛車いただいたタクシーは日本交通5000台のうち7台しかない、桜色のアンドンをついてますと。これね、もしや、これに出会ったから今日、吸われた？マリーのエクバはめっちゃいいけど、吸われた？もしかして。大丈夫か？いや、そんなことない。たくさんのいい出会いがありますようにとか、幸せで幸運でありますようにっていうカードなんで、ここでね、当たり引くと思います。残り物には福があるということで、ここでね、一発でかいの引きたい。さあ、最後、ブロロン。それでは最後、行きましょうか。これがラストの、3000円オリパの、まあ当たりになると思います。当たりカードです。いきます。当たり出ろ、当たり出ろ。せーの、ラスト。ススキ HR。ウケるー。ススキの HR おもろ。ススキの HR おもろいなぁ。ススキは、出た当初もめちゃくちゃ、不気味だってね、すげえ話題になってたカードですね。でも多分当たりで言うと2枚ぐらい当たりなんじゃないこれ。ちょっと、見てみましょうか。値段。多分ね、ここなんですよ。ここの2枚。ここの2枚だと思う。今回ね、このカードが出ました。ネズ、ススキ、ジュペッタ EX、フーパ V。ルガルガン V、EUEX、スパークですね。まあ SR と、HR って感じかな。ここの2枚が多分当たりですね。これね、参考価格見てみましょうか。エクストラバトルの、マリーですね。だいたい2780円。いや、そんな当たりじゃなかった。やっぱ笑顔の練習してるね、マリーだと15800円とかするんだね。まあまあ、でもまあ、いいマリーではあるかな。お誕生日ピカチュウ見てみましょうか。ちょっと探すのが大変ですけどね、ピカチュウのカードいっぱいあるんで。ピカチュウってほんとめちゃくちゃあるな。あった。高っ。お誕生日ピカチュウ今これそんな高いの？嘘でしょ？お誕生日ピカチュウ25周年。こちら、今、2万円します。お前2万円すんの今。マジで？そんなすんの？めっちゃするやん。まあ、2万いかずとも、今そんな高いのお誕生日ピカチュウ。16800円とか。まあ、言ってるやつ3万とかもある。鬼勝ちじゃん。あら、そう。今そんな高いのね。ちょっとびっくりです。あら、2万円ぐらいすんだ、今。お誕生日ピカチュウ。当たり引きました。やったね。今こちらのピカチュウ2万円ぐらいするみたいです。へえ。あ、そう。あ、じゃあ当たり引きましたね。はい、ということで、今回の大当たりはお誕生日ピカチュウでした。やったー、お誕生日ピカチュウ引けました。これ3000オリパから出てきましたからね。やったー。そうなんだ。え、ネズの SR はちなみにどのくらいなの？ネズって打つとさ、ネズミの絵文字出てくるのちょっとイラっとくんだけど。あ、ネズ500円ぐらい。580円とかですね。はい。まあまあまあ、そんなもんですよね。はい。ということで、今回の大当たりはお誕生日ピカチュウでございました。いや、嬉しい嬉しい。はい。ということで、今回はですね、3000オリパを、買ってみました。オンリーワンさんっていうね、お店で買ってみたんですけど、まあでも、なかなかいいカード出ちゃったな。マリーとか、お誕生日ピカチュウとか出ちゃったね。結構なね、口数あったんですよ。相当あったんだけど、そこからね、ガサガサって適当に選んでね、買ってみた割にはちゃんと当たり引けましたね。はい、ということで、ね、たまにね、こうやってオリパ開封とかもね、やろうと思いますので、またね、なんかこんなカードショップできてましたよとか、こんなオリパありましたよみたいなね、ぜひ情報があれば、こちらね、コメント欄によろしくお願いします。ということで、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは